体重コンピューターチェック。チェックします。名前ゴモラ2、種別古代怪獣、身長40メートル、重さ2万トン、能力手からミサイルを発射。生物には自分の住んでいる場所や環境によってこれに適応するために体の仕組みを変えていくといった傾向がある。このことを進化という。もともとは全く同じ生物であったにもかかわらず、進化によってまるでスタイルの異なったものへと変わっていくのも決して珍しいことではない。ゴモラ2もその名の通り、かつて初代ウルトラマンと大阪を舞台に戦った古代怪獣ゴモラと同一の仲間である。もちろん2という呼び方も分類上便宜的なものに過ぎない。ゴモラ2のプロフィールを紹介しよう。3万年前、地球が氷河期になる以前に地下に移住した爬虫類、すなわちゴモラのオリジナルが地熱などの影響で体質変化を遂げ、以来山岳の地底に眠っていた。そして現代、その山の爆発によって地上に出現したのだ。ゴモラ2の外見上の大きな特徴は頭の鋭い角にある。ここから三日月状の光線を発射して相手に攻撃を仕掛ける。腕力や尻尾の力が非常に優れているのは優に及ばず、シャープな爪を持った両腕の先からは無数の光の弾を発射することも可能だ。このことから分かる通り、総合力の面において旧ゴモラをはるかに上回るばかりか、怪獣としても高いレベルに位置していると言えるだろう。ゴモラにはドーナ第7ロケット基地の気象実験の失敗のせいで地中から出現し、怪獣帝王の異名を持ち、天変地異を引き起こせるほどの超能力を持つ別のタイプも存在していることを付け加えておこう。